今やらなきゃいけないことは何かって言ったら、日本の景気そのものを上げることをやらなきゃいけない。厚生労働省の調べでは、生活が苦しいと言われている方々は全世帯の 54.4%、 母子世帯でも 86% が生活が苦しいという状況。これコロナが来る前ですよ。そして物価上昇ですよ。例えば去年の4月と今年の4月、物価と比べてみると電気代だけでもこれ 21% ぐらい上がっちゃってんです。これ都市ガスだけでも 23%、 生鮮魚介 12%、 さまざまなものが輸入物価が上がっていっちゃってる。一番分かりやすい上がった物価を下げる方法は、それ消費税を減税するってこと、絶対必要なんですね。消費税やめたらどうなる？毎日が 10% オフ、手元にお金置いておける。1000円買い物したら100円罰金取られたのもなし、1万円出した時に1000円罰金取られたっていうのもなし。つまりは違うものにあなたがお買い物をすることができる。誰かの消費は誰かの所得、その循環が広がっていったらどうなるか。1人当たりの平均所得も上がります。これは参議院の計量シミュレーション、試算が出たんです、今年の5月。中身を見てみるとどういうことかっていうと、消費税をやめた5年後には1人当たり平均年収30万円上がる。消費税をやめた10年後には1人当たり平均年収58万円上がる。上がった物価を下げるばかりでなく、消費も喚起していきながら投資も促していける。それに伴って当然給料も上がっていくっていうようなことが、これ明らかなんですよ。どうしてやらない？やるなら今しかないですよ。この経済停滞25年、地盤沈下して底が抜けた社会に対して、消費税は廃止にすべき、その手前での減税は絶対、この訴えは浸透していくんですよ。この選挙、会社や団体やさまざまなとこから、ここの政党の誰々に入れろという指示を受けている人たちもいるかもしれない。でも心配しないで、あなたが投票所で書く投票用紙は誰にも見ることができない。会社や周りの人には言われた通りのことをやってたと言えばいい。投票用紙を社メールで取れ、そう言われた人、最初に書いたやつをちゃんと線で引いて訂正すれば、横にもう一度書き直すことができます。あなたの会社があなたの人生を守ってくれるわけじゃない。会社が押せと言ってる政党があなたのことを守ってくれるわけじゃない。あなた自身があなたを守ってくれる、一緒に国を作っていきたい、そう思えるところに素直に投票をしていただきたい。皆さんの多くはおそらく政党や政治家を直接自分の意思で育てたことってないと思うんです。ぜひ育てていただきたい。令和新選組をあなたと一緒にこの国を変えていきたいんです。どうかお力貸してください。1枚目の投票用紙には、東京にお住まいのあなたには山本太郎、2枚目の投票用紙にはどうかひらがな3文字、全国どこからでも令和とお書きください。お願いします。Just like me, it's a good thing. Baby, don't go.